ヨアングルキュフはフランスロリアン出身のサッカー選手。元フランス代表。ポジションはミッドフィールダー。元サッカー選手で指導者であった父のクリスティアングルキュフが FC ロリアンで監督をしていたことから同チームのユースに所属。その後、父と共にスタットレンヌのユースへ移り2003年に同チームでプロデビューした。2005年に開催された U-19 欧州選手権では、ハットトリックを決める活躍などで、チームの優勝に貢献、ヨーロッパのビッグクラブから注目を集める存在となった。2005から06シーズンは19歳ながら、背番号10を背負うと、国内リーグでは7得点を決め、UEFA カップでもプレーをした。オフシーズンには、アーセナル、バレンシア、アヤックスなど多くのクラブが、 獲得合戦を繰り広げたが、2006年5月27日に、移籍金450万ユーロで、イタリアの AC ミランへ移籍した。2006から07シーズンの、チャンピオンズリーググループリーグ第一節エグアテネ FC 戦で、チャンピオンズリーグ初得点を決めた。しかしながら、アンドレア・ピルロやジェンナーロ・ガッツゥーゾなどの実力者の、前にレギュラーポジションをつかめず、 2008年6月4日に出場機会を求めて母国の FC ジロンダンボルドーへレンタル移籍した。2008から09シーズンには12得点10アシストでチームの10シーズンぶりのリーグ制覇に貢献しリーグアン最優秀選手に選ばれた。その活躍が評価されレアルマドリードなどのクラブが興味を示したがボルドーが完全移籍オプションの移籍金1340万ユーロを ミランに支払い、完全移籍した。2009年には、フランス年間最優秀選手賞に選出された。2010年8月23日に、オリンピックリヨンへ2200万ユーロで移籍した。背番号は29。由来は、故郷フィニステール県の県番号にちなんだもの。移籍後は、毎年深刻な負傷を繰り返し、あまり出場機会は得られなかった。 2014年夏には、原報に同意した上で残留したが、翌年退団した。2015から16シーズンはフルスであるレンムへ、所属している。加入後は、リヨン時代に負った負傷により試合から遠ざかっていたが、20節のロリアン戦で、後半30分から途中出場し、実戦復帰している。2018年7月20日、ディジョンフコにフリーで加入した。だが、 翌年1月24日に契約解除となった。フランス代表としては UEFAU-19 欧州選手権優勝メンバーの一人である。UEFAU-21 欧州選手権も経験している。2008年8月20日にスウェーデン戦で A 代表デビューするとこの試合で高い評価を受けた。10月11日ルーマニア戦でフランク・リベリーのパスを受けて 豪快なロングシュートを決め、代表初得点を記録した。2010FIFA ワールドカップでは、リベリーからいじめを受けたと報じられ、またプレーでもグループリーグ第3戦の南アフリカ戦で、前半26分にレッドカードを受け一発、退場するなどいいところがなく、チームも一生もできぬまま大会を去った。その後も、代表の試合に出場してはいるものの、ユーロ2012、 2014フィーファワールドカップには召集されていない。強人ではないが、人一,一倍持久力があり、疲労や故障を起こしにくいと評されていたが、近年は故障に悩まされている。単性な顔立ちから、女性はもちろん芸にも人気があり、2010年に行われたフランスの芸雑誌、テチュのアンケートでは、リーグアンで最もセクシーな選手の1位にダントツで選ばれた。 また礼儀正しく、インタビューなどでも真面目な受け答えをすることから、年配層にも印象が良く、気候子や理想の花婿と呼ばれている。一方で、性格は、父のクリスティアンが、内向的で人とは違うと表現したのをはじめ、パオロ・マルディーニが自己管理ができておらず、チームに馴染もうとしない、カルロ・アンチェロッティが、才能はあるが、とても自己中心的で変な奴といったような批判もある。 2009年8月、トレーニング中のグルキュフ国際 A マッチ31試合4得点フランス代表での、グルキュフ、ありがとうございます。